今回は旬の野菜インゲンを使った豚ひき肉とインゲンのレタス包みの作り方を紹介します。甘辛く炒めたひき肉とインゲンをさっぱりとしたレタスで包んで食べる料理です。もちろんご飯との相性もバッチリなので、そのままご飯に乗せて食べることでも満足できる一品です。それでは作っていきましょう。まずは生姜をみじん切りにします。大体 10g を用意しました。インゲンをカットします。端の部分を切り落とし、1センチ幅にカットします。インゲンは 200g を用意しました。材料は豚ひき肉 100g、 インゲン 200g、 生姜 10g とレタス6枚です。レタスは包みやすい大きさにカットして用意しておきます。鍋にお湯を沸かし、塩と油を少量入れます。インゲンを入れ、茹でていきます。塩を入れると色が鮮やかになり、油を入れると表面に膜ができ、旨味を閉じ込めてくれます。だいたい1分半から2分を目安に茹でていきます。2分くらいしたら、お湯から引き上げ、ザルで水分を切ります。鍋に大さじ1くらいの油を入れ、ひき肉を炒めます。ひき肉をお玉の底で広げるようにして炒めていきます。全体的に白くなるまで炒めます。ひき肉は少しパサパサしてきたら油を足します。完全にひき肉の色が変わったら生姜を入れ炒めます。豆板醤を小さじ1入れ、しっかりと炒めます。紹興酒または酒を小さじ1、鍋肌から香りが出るようにして入れます。醤油大さじ1も同じようにして入れます。茹でたインゲンを入れます。水を 30cc 入れます。
糖を小さじ1です。お好みで味の素を少量入れます。胡椒を振りかけます。水溶き片栗粉を小さじ1入れます。最後にごま油で香り付けします。皿に盛り付けます。あとはレタスを別皿に用意して完成です。レタスの真ん中に炒めた具材を乗せて包んで食べます。これならサラダや生野菜をあんまり食べてくれないお子様にも喜んで食べてもらえると思いますよ。もちろん白いご飯にそのまま乗せて食べるのも美味しいですよ。辛いのが好きな方はラー油や花山椒などをかけて食べるとさらに美味しくなります。一番のおすすめは前に紹介した食べるラー油をかけて食べるのが最高なので、まだ見てなくて気になる方は見てみてください。これだけでご飯が何杯も食べられちゃう味わいですね。今回は豚ひき肉とインゲンのレタス包みの作り方を紹介しました。さらに甜麺醤を入れたり唐辛子をプラスしても美味しくなります。詳しいレシピはブログにも書いてありますので、そちらを見てみてください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それでは失礼いたします。